妙識者クラブの幹事長の読み上げですけど、よろしいですか、質問させてもらう。今日の議会でですね、不信任案が2対14で否決、これ、効力はないんですが、問責決議案が9対6で可決、これの受け止めをお願いします。どっちからいきましょうか。じゃあまず、不信任からいきましょうか、順番だったので。不信任についてはきちんとした議論があったので、私もそのまま受け止められています、理解できています。おっしゃる通りだなという受け止め方です。つまり市民が置き去りにされていると、市民の代表代弁者である議員の集まりが議会なんですが、その議会が果たして本当に正しく機能しているのかという問いだったと思います。なので、お二人から提案があって賛成もあったわけなんですけども、その通りだろうなと。真に市民のためを思って、市民を向いた上でのお二人の言動だったという評価をしています。で、もう一個の方が問責ですよね。まずですね、当たり前の事実を確認したいんですけど、議決に対して議員が、議会が責任を持つ、これ当然ですよね。これに異論のある方多分いない、上司もないですね、さすがにね。いいですね、はい、ですよね。議決に対しては議員が責任を持つんです、当たり前です。にもかかわらず、あの文言なすりつけるみたいな表現使ってましたよね。市長が議会に責任をなしつけるみたいな、みたいというか、そう書いてありましたね。その言葉がすでに勘違いしてますよね。さっきお話しした通りで、責任は議会にあるんです、議決ですから、という私の評価です。問責でですね、議長といったいわゆる反省を流したいというふうに言ってて、今回のことが、議会側の判断では全容の解明されて、全容の説明されてないと、事業について、議会軽視であるということで、反省をお願いしたいということで、問責を提出したんですが、そのことについて、どういうふうに捉えていますか。はい、さっき触れたところなんですけども、議決の責任を取るのは議会なので、何を言ってるのか意味が分かりません。なので、私に何か行動を取ってほしい、何でしたっけ。考えを改めて、考え改めるとかいうのが議長を求めるんであれば、説明に来てほしいですね。現状では前から同じ反応なんですが、身動きが取れません。なので16日だったと思いますが、6月、先月も含め、道の駅への無印出店に反対した議員に対して意見を聞かせてくれという通知を出してます。なんでそれに答えるのかっていう、それを言ってもらわないことには何がどう間違ってるのか、おかしいのか分かりません。こっちの正当性はいろんな場で、議場ではもちろんですし、こういう場でも重ねてご説明している通りです。すいません、そう、問責決議についててね、今日でいかんなのかですね、どういうふうな受け取り方をしてるんですか。心配をしてます。何を心配する。議会の機能不全についてです。この議会は本当に大丈夫なんだ。もうちょっと説明していただくと、明らかに機能が不全に陥っていると思います。で、説明責任を果たしてないですよね。で、こちらから説明してくれと言うと拒むわけです、逃げるわけです。それも議会じゃないですよね。つまり説明責任で修正案を出した説明責任です。説明責任で修正案をもうですし、今回の問責についても、中身の意味がわからないわけですよ、こちらとしては。山本和弘議員がまた繰り返し言ってましたけども、テナントの募集に対して、公募をしなかったのが納得いかないことみたいな主張されてましたが、それ関係ないともう言ってますからね、明らかな事実として。公共施設を管理している山積がテナントを選ぶわけですから、
公募という手続きは必要ありません。にもかかわらず、まだ言ってるわけですよ。そうすると市長としてはですね、はい、あの問責決議の提案の意味がわからないと思います。はい、あの問題としていることがわかりません。理屈が通っていないので、矛盾をした主張を、デタラメな主張を繰り返されているので、私としては何個も言いますが、手の打ちようがありません。対応しようがありません。で、そこまで問題視するならばです、コンプラ違反とまで、法令をね、違反していると言うんであれば、不信任を直ちに可決すべきです。それが議会の責任でしょう。ルール違反はあるけど見逃しますっていうのは、それはそれこそ議会軽視じゃないですか。二元代表制において執行部、市長を止めるのは議会しかないわけですから、一義的には直ちに不信任を可決すべきです。それをやらない理由も分かってますよね、皆さん全員分かってますよね。自分の議席が失われるリスクがあるからです。でも我が身可愛さがゆえに、相手の文句はつけるけど、相手に言いがかりはするけど、不信任は出さない、通さないだけじゃないですか。でしょ、これを権力の私物化って言うんじゃないんですかね、中国新聞。そうって書かないですか、見物の資料、私物化っていうふうに、ね、こちらも、あ、そうですか。でもそうやって書いてあげてください。これが権力の私物化でなくして一体何なのかというね。加藤さん、お願いします。すみません、ホームテレビなんですけども、問責決議案が可決されて、不信任が否決された、まあ、この2つの状況ですね、まずどういうふうに受け止められますか。ちょっと繰り返しになっちゃいますが、問題視していると言いながら、文句はつけながら、保身のために自分の都合がいい言い訳を展開していると、それだけだと思います。先ほど、議長やですね、提出した山本議員にお話を伺ったところ、あの市長のやり方を、変えてもらうための、問責決議案可決だったっていうふうな趣旨でお話されてたんですけども、まあ、この問責決議案可決を受けてですね、これまでの市長のやり方を、まあ、変えていくとか、何か変化はありますか。あの、なので変化しようがないと思います。具体的に何がどう問題なのか、こうすればいい、そこまで言ってもらわなければ対応しようがないですよね。ただやり方が気に入らないっていう主張以上ではないので、対処のしようがありません。ありがとうございます。すみません、 NHK なんですけども、いくつかお聞きします、はい、まず1点目、あの議会終わった直後ですね、議長とのやり取り、何か、あのすみません、急すぎてどういうやり取りがあったかってちょっと聞き取れなかったんですが、そのあたりのちょっと詳細な、あ、どういうやり取りがあったかということと、それについての受け止めをまずお願いします。とですね、閉会した直後に議長に言ったのは、公正中立という言葉を知らないのかというふうに伝えました。あまりにも歪んだ議事進行だったと思います。あの、まあ、自分の所属する会派にですね、おもねった、あの田辺議員、南沢議員がされている質問に対して全く答弁になってないですよね。それこそ堂々巡りな主張を繰り返して相手の質問に答えないんですよね。それを議長として看過、見逃しておきながら質問者の方を注意するっていうのは、これはかなり恣意的な悪い議事進行だったと思いましたので、閉会した直後にそれは私の方から議長に注意をしました。議長からはどんな反応が？何か罰が悪そうなリアクションがありましたね。その直後は、まあ、市長自らあの各議員さんにあの、まあ、詰め寄るといいますか、いろいろお聞きになっているシーンもありましたけれども、これって何か今回今日問責出るっていうことで何か考えてたことなんでしょうか。やはり今回の結果を見てちょっとやろうと思ったのか、まあ、そのあたりのこと詳しくお考えをお聞かせください。あの対応を考えたのは、まあ、問責であり
不信任に対する守備完成のなさですよね。明らかに意味不明ですので、これは聞かねばならん、聞かねばならんというのは市民に伝えなければならないと思ったので、皆さんのメディアの目がそっちに向くように私が行きました。私がこっちに来ちゃうと皆さんこっち来ますよね。なので、あの場で議員を捕まえてほしいと、議員がどのような態度で今すり抜けていってるのか、ね、公人としての職責を果たさず、ね、責任逃れをしているのかっていうのをちょっとでもメディアに伝えてもらいたいがために、私があそこに居合わせました。放っておいてもやってくださるなら私は言ってません。苦言です。我々の対応はさておき、納得する回答を得られましたでしょう、議員の皆さん。どんな回答ということで、まず受け止めですけども、その聞いた内容とその受け止めっていうのをちょっと聞きますと、納得できる回答は一切ありませんでした。なぜならば、ほぼほぼ全員が無言で立ち去りましたので、話しかけたのは、山本勝議員、新田議員、竹岡議員、あと議長、あと誰かいましたぐらいですか。とりあえず目の前を過ぎていった議員に話しかけましたが、まあ皆さん逃げの一手で、なぜ答えないんだ、ね、さっきまで問責を出して私に何か反省を流すみたいなこと言ってたわけじゃないですか。私が目の前にいて聞きに来てるんだから言えばいいですよね。それに相対しない、そこから逃げるっていう時点で、もうそれが全て物語ってると思います。で、最後にごめんなさい、1点お聞きしたいのが、これまで市長、まあ、議会の機能不全って、まあ、今回に始まったことではなく、今まで何回もおっしゃってたと思います。それで議会の定数削減の条例とかも出されたり、まあ、今回も、結果を受けて機能不全だというふうにご指摘されてますけど、何か新しいその議会の市長の考える議会の活性化案というのは何か今のところを考えればいいでしょうか。これはですね、大変恐縮なんですが、私が考える話じゃないですよね。ですよね、本来は。で、もし考える役回りが議会の外にあるとするなら、それはメディアの皆さんですよ。また苦言ですけど、メディアが市民の目となり耳となり、ね、議会の実態を有権者に伝える、これが本来じゃないですか、仕事ですよね。それを私に何かやれというのはちょっと無茶な要求じゃないかな。やれとは一言も言ってないんですけど、その議会定数削減っていうのをやられ以前やられてたので、うん、今回も何かお考えが新たなお考えっていうのがあるのかどうかっていうことです、うん、基本的には私からできることはないですよ、はい、その都度当然、向こうの責任は追及します。で、それを市民に伝えはしますが、そこまでです。私から解散ができるわけでもなければ、何か、ね、そういう条例を通せるわけでもありませんので、議会の問題は議会が解決するしかない。で、議会の問題を非抗議の意味で解決できるのは市民なので、市民が正しい認識と理解に基づいて適切に判断する、これしかないと思います。ありがとうございます。TSS なんですけど、まあ、今回の問責決議に関しては、まあ、法的拘束力がないということで、で、まあ、どちらかというと市長に対峙している会派から出されて可決されたんですけども、まあ、その裏にはやはり市民がいるというのもあって、市議会議員はやはり市民の声を背負って当選していますので、そういう意味でこの問責決議案が可決されたことについて市長に受け止めていかがですか、評価もあります。TSS 的には今の市議会議員が市民の声を十分反映しているという評価をまずされていらっしゃるということですね、ところで、前提がある程度いえ、そういう意味ではなくて、はい、ちゃんとした得票を得て議員になられているというのは間違いはないと思いますので、事実として、うん、その後ろにはそういう市民の声もあるというのも、うん、決してないわけではないと思いますので、うん、その中で、まあ、多数決の中で賛成多数で可決されたということについてはどうですか。質問の質問に関して大変恐縮なんですが、その実態を調べるのはメディアの仕事なんじゃないですかね。まず、ね、選挙に通ったからといって何をやってもいいわけじゃないですよね。ですよね。で、特にこういう事態が起きた場合は、ね、市民の声をね、拾い集めてみるのはメディアの方がやるんじゃないですか。世論調査なりなんなりでされますか、されましたか。
される予定は。市民の声は聞いて、やはり無印良品に関しては非常に。いや、そうではなくて、ご質問は議会が市民の声を聞けてるか代表してるかという問いだったじゃないですか。それは確認をしてみようというお考えはちなみにあったりされますか。検討します。検討しますか。じゃあ期待をしておきます。で、じゃあ一応質問にお答えしますと、なので今熊高議員から提案があった通りです。不信任を可決すればいいじゃないですか。問責についてはいかがですか。問責は意味がないですよね。法的拘束力も何もなくて、あれパフォーマンスだったと思われてますか。なるほど、いい評価をされますね。 TSS はあれはパフォーマンスだったんじゃないかと私に問われるんですけども、パフォーマンスなんじゃないでしょうか。はい、そのパフォーマンスはじゃあもう完全にスルーするという感じですか。パフォーマンスに受けて立つというのもなかなか難しい気はするんですけど、どうしたいんですか。私がなんかこう反省してる雰囲気で視聴室に座ってる例でも取れますか。うなだれてて、あと、無印に関してなんですけれども、なかなか難しいということをこの間もおっしゃってましたけれども、例えばこう、手法として先決処分であったりというところに不満の原点があるという意味では、開店の時期を遅らしてでもこう進めていこうというお考えは現時点ではこう終わりですか。その手法が取れると思われますか。私は無理だと思います。なぜならばやり方が気に入らなかったという点で反対してますね。臨時議会をもう一度開くとか、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため窓を開けて5分間の換気をお願いします。臨時議会を開くと情勢が変わると考える根拠は私持ち合わせなんですけど、もし何か私が気づいてないところであれば教えてください。そういう声が今日議会でも あったので。誰が言ってたんですか。臨時議会を組む時間がなかったとは言えないということを山本におっしゃってたんですけれども、それ昔の話ですね。これからの話はされてないですか。誰一人してないはずです。これからこうしたら、ね、話を聞く、ないしはこうすれば通るんだ、その言及はなかったんです。先ほどの私たちのインタビューに対しては、やはり市長の反省、市長の反省を、反省って何ですか。やり方においてですね、向こうの言い分としては、はい、それでもう一度やってほしいっていう思いが垣間見えたんですか。垣間見えた、はい、垣間見えたんですか。どういう目を凝らしたら見えるんですかね。ちょっと私には今伝わってきてないですよ。市長に辞めてほしければ不信任案を決議可決することもできたと思うんですね、はい、そういう中で。いや違いますよ、私に辞めてほしいんじゃなくて自らの信を問うのが先ですから。当然順番は議会の解散が先に来ますよね、なぜそこから逃げるのか、それちょっと問ってください。市長を辞めさせるのはその後の話です。順番はご存知ですね、はい、知っててそういうふうに聞かれるんですね。順番が逆です。議会が市民の信を問うのが最初です。最後に無印良品については今後市長としてはどうしたいと思われていますか。どうしたい、市長としてはノーアイデアです。議会があの状態ですので手の打ちようがない、これが動かしがたい事実です。わかりました。各社どうぞ。もうよろしいですか。なんか市長全部答えてくれそうですけど、どうぞ。いや私は何でも答えて。どうぞ。言える範囲で。長島さんどうぞ。よろしい。ちょっとまた元に戻ったら不信任のことで伺うんですけども、その中でも熊高議員がこう提案された中で、やっぱりその 市長側と市公側とその議会側の、いろいろ混迷が続いてて、市民がこう嫌いになっているという意見で出されてますよね。それに対して、議会と市長も議会に対していろいろ思いはあると思うんですが、そのご自身の、なんていうんですか、手法であるとか、そういうところに対しての、例えばこう、なんですか、スピード感を持っていてもそう分かるんですけれども、その辺のその、もうちょっとこう、やり取りとかで、ちょっと少しこういうふうに変えてもいいかなとか、なんかもしその辺の、歩み寄りといったら変ですけれども、受けれるとこは受けるとか、なんかそういうお考えとかって何かあったりしますか。これまではあまりご存じないのかもしれないですけども、これまでも適宜適切に
対応してきていますし、法令遵守は変わりません。その上で議会の不備は再三指摘をしてきています。根拠を持って明確具体的にですね。それがまだ正されてない部分もありますが、そこを追及するのが最初じゃないですか、中国新聞さん。私に何を正せとおっしゃるのか未だによくわからないんですが、こちらは議会が正すべきポイント指摘してますよ。なぜそこを追及されないんですか。正すというかいうことではなくて、そのやっぱりその熊田議員もこの辺をこう、まあ、市民が置き去りになっているという状況をやっぱ憂えられて、ああいうふうに出されていると思うんですけども、中国新聞が言う歩み寄りというのはどういう現象なんですかね。私はずっとそれがよくわからないんですけど、まあ、歩み寄りというか、その要は市側と議会側がまあこういうふうにいろいろこう振られてますよね。こうやり取りをされている中で、それをまあ結局最終的には市民がこういろいろ市民サービスに、なんですか、持ちつ持たれつみたいな関係に落ち着きなさいという、そういう条件ですか。そういうことではない。大丈夫ですか。そういうことではないですか。それはぜひで、それ議論しなければいけないと思うので、何かやってますよね。ぜひ感染症の感染拡大防止のためのご協力ありがとうございました。市長としてこうなんか思われるところとかっていうのは終わりはないですか。さっきも言った気はしますけど、もう一回言いましょうか。はい、不信任、これの提出によって、可決によって議会が解散できます。そこで市民の議会に対する信が問えますよね。はい、それが必要だと思います。さっき言いました、はい、言いましたよ。改めてすみません。はい、ですし、その、まあ、中国新聞に限らずですね、テレビもなんですが、そのなんか対立がいけない、ね、仲良くしなさいみたいなのを案に出されるじゃないですか。あれが非常に良くないですよ。何回も言いますが、二元代表制というのは元来対立する機構です、存在です。その上で対話があってこそ二元代表制が成り立っているんですよね。対話から逃げているのはどこですか、どちらですか。明らかじゃないですか。なぜそこを糾弾しないのか。執行部には残念ながら糾弾する機能ないんですよ。本来誰の仕事かっつったらメディアの仕事じゃないんですか、といつも思ってます。これ書いてるんですね、中国新聞。吉田さん、お願いします。あ、はい、じゃあすみません、共同通信の川と申します。まあ、この議会の中でも、まあ、これは民意を通しかないんじゃないかという話がありました。まあ、不信任は否決されて、まあ、議会の解散はできないんですけど、例えばまあ、例えばそのまま出直しの市長選、それから市長自ら民を問うとかって考えはあったりはしますか。すみません、その展開にどういう意味が発生しているんですか。まあ、例えばあるのかどうか。それやったらどうなるんですか。私が辞めます。で、出直し選挙あるんですか。まあ、でも私はもう出ない。いや、まあ、もう一回出られればわかります。出るでしょ。で、私が再選しました。したらどうなるんですか。え、また振り出しに戻るだけじゃないですか、それ。まあ、時間と金使って。改めて民意を得たという正当性はあるんじゃないですか。そうなんですよ、私、市長になった時点でね、さっきのロジックでいくと、もうその立場ですね。それともあれは TSS のザレ事だと思う。共同通信は、あ、でしたっけ。あんな意味がないことじゃなくて、やっぱ信を問うべきだ、そのようにおっしゃったんです。まあまあ、そういうお考えあるのかなと思ったら、ないんであれば大丈夫です。すみません。うん、振り出しに戻してる意味がないですよね。いや、それで、よし、分かったね、市民の、ね、信を確認したからってなると思う人いますか、ここに。いや、いないでしょう。だからそんなんだったら、市民モニターでもなんぼでも結果も出てるじゃないですか。で、いかに自分たちの正当性がないかも分かってるはずです。だから解散できないんですよね。まあ、なんとか任期を満了したいんでしょう。それは保身ですし、もう一回言いますが、権力の私物化です。本来はそんな政治家を議員に選んだらダメなんですよ、と思いますね。はい、今回の無実病院についてはですね、まず選挙処分の不承認から始まって、3,300万の工事費の、修正から始まって、今回のは問責審議が来たんですが、これ三段構えでですね、このようなことをしてきたということについてですね、どのようにも
あまりないケースだと思うんですけど、こういう、うん、あまり議会側がこういうことまでですね、うん、どういう対象かなとかいうことはないんですけど、そうなのでそこまで言うんだったら不信任を可決すればいいじゃないですか。そこまでね、先決も気に入らない、補正予算も許さん、さらには問責までやるんだったら不信任を出せばいいじゃないですか。市長と可決すればいいと、はい、不信任を出して信を問うってやればいいじゃないですか。それ以外方法ないです。文句だけつけてる状態に何か建設的な意味があるんでしょうか。だから議会側は引き続かないで3つの方法をやりつけてますよね、はい、だから遠くから石を投げているということですね。それって一般的に卑怯って言いませんか。自分らは傷つかないです。はい、不信には傷つきますから、はい、リスクが負いますからね、でそのリスクは負けるのが分かっている人間が多数いるので取らないですね。いろいろ考えたかなと思って僕も驚いたんですが、私は割合ああそうだろうなと思って、この手で今日、ね、ホームテレビの記者の方と話してたんですけど、なんかあんまり慌てた素振りがないっていうふうに言われて、慌てはしないです。想定の範囲の中で全部起きてるの でこうなったらこう、こうなったらこ もうパターンの対応なんで、私の中ではああそうなるだろうなと。いやここまでやる意味がよくわからないですね、この確約に。あ、その意味では私の意味はわからない、意味がわからない、はい、何がしたいんだろうっていう、市長を辞めさせない、辞めさせないなら不信にしかないじゃないですか、はい、ここまでこう、3つの方法でやってくるですね、まあ、一言で言うと嫌がらせをしているというこれだけですよ。本当程度が低い小学生以下ぐらいじゃないですか。中高生はもうしないですね、恥ずかしい、理性があれば。嫌がらせですかね、3つをやる、1つでも別にそれでも責任が、問題は正しいわけですよ。あ、そうですよ、そうっておっしゃってましたね、他の議員が先月の不承認で、もうそれはことが済んでると。で2番目をやること、まあ2番目のことを言うことは実際授業を止めるところで意味があるかもしれませんけど、3番目の今日なんて、ほど意味があんまりないじゃないですか。ないと思いますよ、ないと思いますよ。だって効力がないんだから、はい、で市長言うように どう反省していくか分かんないな、はい、ちょっとなんかすいませんね、もう一人ごとになって、いえいえ、あの私も全くちょっとご意見があれば、うん、いやなので相手するのに困りますよね。もうこのインタビューもなんですけど、 どうしていいかもない。だから非常になんか困るんですよ、このインタビュー。だから困ってるというのをぜひ読みに。こっちも困ってるし、市長も困ってあるよと思う。いや意味不明な議会だったって書いてあるじゃないですか。秋高田市議会崩壊、学級崩壊みたいな感じで、ね、議会崩壊っつって意味をなさず。よろしいですか。こんな落ちていいんかなと思ったりするんですけど。どうぞ、もし何かあれば、あの柔らかく答えた方が良ければそのように答えますし、柔らかくもちょっと一つになる今ちょっとあえて食ってかかるような答え方をしますけど、柔らかくもいらないですか。あの一応これテレビ的に聞いとかないといけないんだよねとかあれば答えますよ。いいですか。じゃあ簡潔に一言で教えてください、はい、一言でいいので、はい、今回の6月議会の総括の一言でお願いします。残念ですね。あの、熊高議員がね言われてた、ね、市民が置いてかれてると、置いてってるのは誰かという話ですよ。市民の代表じゃないですが議員というのは本当に残念ですし、なんというか、まあ、私も市民でもあるの、議員を選ぶ立場でもあるの、悲しんでる市民多いんだろうなと思って、よろしいですか。はい、どうもありがとうございます。はい、ありがとうございました。